皆さん、こんにちは。こんにちは。ご飯がおいしい町からやってきました。御殿場市立西中学校吹奏楽部です。私たちは普段マーチングバンドとして活動していて、楽器を座って吹くのではなく、歩いていろいろな形を作りながら演奏したりしています。マーチングには吹奏楽部にはない楽器があったり、カラーガードといわれる旗やライフルを振って演技したりするパートもあります。今から演奏する曲はフレンドライクミーという曲です。映画アラジンに登場するランプの魔人ジーニーが出てくる時の挿入歌です。一度は聞き覚えのある曲だと思うので、ぜひ楽しんで聴いてください。フレンドライクミーはいかがでしたか？ここにいるマーチングバンドの紹介をしたいと思います。まずはじめに金管楽器を吹いているブラスの紹介をします。音が高い順にトランペット、メロフォン、
トロンボーン、バリトン、チューバの5種類があります。この中でもメロフォンとバリトンは吹奏楽部にはなくマーチングバンド部だけの楽器です。次にバッテリーの紹介です。バッテリーは太鼓を叩いている人たちで、種類はスネアドラム、テナードラム、ベースドラムの3種類があります。一番軽いスネアドラムでも 7.2kg ととても重い楽器です。次にピットの紹介です。ピットは演奏する楽器が20種類以上あり、覚えることがいろいろありますが、その分やりがいがあったりやっていて飽きないので一番楽しいパートです。次にカラーガードです。カラーガードはフラッグやライフルという銃のようなものを振ったり投げたり踊ったりするパートです。それでは今紹介したカラーガードのラブレターをお楽しみください。初めまして、大好きな音楽へずっと考えてたこと、どうか聞いてほしくて伝えたいこと、ちょっと照れくさいけどずっと思っていたこと、こんなお手紙に込めて、どんな時もあなたの言葉、声を聞いているだけで力が湧いてくる、辛いくらい痛い日もあるけどね、あなたに触れるだけで気づけた、この世界は色鮮やかになる、花が咲くように、泣きたいけどんな時だって選んでいない、いつでも自由に、今日はどんな中に出会えるかな、この世界
ガードのラブレターはどうでしたか？衣装や旗、振り付けがとても可愛かったですね。ここでガードが使う手具を紹介します。一つ目はフラッグです。これは回したり投げたりして使います。フラッグはたくさんの種類の柄があり、曲のテーマによって使い分けることができます。二つ目はライフルです。これもフラッグと同じように回したり投げたりして使います。しかし旗よりも高く投げることが多いので難しいですが、とてもかっこいいです。最後に披露する曲はハバナエクスプレスです。最初はトランペットのソロから始まり、次にトロンボーン、メロホンなど主旋律がどんどん入れ替わっていきます。またフレンドライクミーにはなかったバッテリーというパートが加わり、より迫力を感じられると思います。この曲はとても情熱で可憐な曲なので、ぜひ楽しんで聴いてください。
ありがとうございました。御殿場西中学校吹奏楽部の皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。